新聞です、はい、よろしくお願いします。ちょっと政務に関わるんですけれども、日本保守党の共同代表になられたところの関連で、日本保守党がですね、教育と福祉の重点政策のところで、教育のところで教科書検定、はい、あ、じゃあだからそれ関わるか、はい、はい、教科書検定の制度、特に歴史を全面的に見直すっていうところがありまして、これ何かその日本保守党が目指す教育制、まあ歴史教育的なところは、高校名古屋市の、まあ、一律学校とかで、まあ、進めていこうとかっていうことは考えられてますでしょうか。まあ別に日本保守党が目指すところは、まあ、リアリズムだと思いますんでね、私は、だから別に悪いことはねえという中で、教科書検定については私も以前から疑問を持っておりまして、これは何人かの教育委員だけで決めますけど、まあこれもですね、いろんな関係が深く入り組んでおりまして、私も長いことやっとるもんで、まあちょっとですね、ニュートラルなリアリズムに基づいた歴史の教科書はやっぱり書くべきではねえかということですね。まあ考えようによるかもしれませんけど、日本の起こしたいというか、けどかつて第二次世界大戦が侵略戦争であったのか自衛戦争であったのかということについても、若干やっぱりリアリズムに基づいた記事を教科書にすべきだというのを思っておりましたから、それはそういう立場でやる方がいいと思いますけど、私、まあ私はとにかく私らの中学校か高校かなんかしませんけど、侵略戦争へ行って一辺倒でしたから、これベトナム戦争もあったで、私も本当にそうかしらと思っとった時代が、僕らの段階の世代はみんなそうですよ。だってその後ちょっとおかしなやかと、これはというふうになってきて、いう状況ですので、まあそんな意味で言っとるわけで、保守の精神というのはやっぱり問題ですよね。これをやっぱり一遍議論せんと、保守というのは何なんだと、保守反動の保守かと違いますよ、これ。話題はよく分かったんですけども、そのいわゆるその、まあ、自衛戦争であったとかですね、まあ、太平洋戦争とかですね、そういったところをこう名古屋の一律学校の歴史教育データが独自に教えていこうとか、そういったことは現時点では考えられてますか。まあ、両方の立場でいいんじゃないですか。名古屋の副読本って作りましたけど、その中の一番最後のページ、あれは僕が本当に書いた文章ですけど、名古屋はなんでこんな不幸に3万人も死んじゃってですね、2万人軍人で1万人一般市民ですけど死んじゃって、こんな不幸が起こったんだろうかと。日本でいうと300万人死んじゃったわけでしょ。それは一般的にわしらの時代でいうと侵略戦争になるわけです、これは。なんか本当にそうだったのかと、自衛戦争だったという説もあると、これ共産主義の誤りの方が大きでないかという説があると。これだから両方の立場でやっぱり中学生、あるいは中学校ですね、中学校の皆さん、いっぺん日本に起きたことを考えてみましょうというのが僕の書いてある文章です。両方の立場、侵略であったのか自衛であったのかということです。だからそれは非常にそういう立場で考えるのは僕は必要だと思いますよ。本当にやっぱり戦争に負けてますので、300万人死んだわけですよ、名古屋でいうと3万人だから、まあこれはね、まあ大変いろんなものが勝者の論理になりますから、これだけどそこはリアリズムでいこうという立場ですね、僕は。ありがとうございます。ここなければ、第1部は終わりにさせていただきたいです。ありがとうございました、はい、ければ第2部を始めさせていただきたいです。ちょっと私から1点、衆院参院の補選がありましたが、自民の1勝1敗という結果になりましたが、それについてちょっと受け止めを伺いたいです。やっぱまあクソみたいに世襲が強いわ、やっぱり、もうね、自分まあ A か政務ができたって思う、こんな日本はね、政権交代よりね議員交代をしないかん、もうこれ分かる、この意味は、
まあ、実は細川さんがあの日本新党に出た時に責任ある変革と、その中に政治家総督会という言葉があったんですよ。これは真面目そうだなと思っとったんだけど、実際は政権交代になってまったわけです。これは政権交代しても体質はみんな過激化しとって、これ特に地方が全く変わってないですね。これは地方が過激化して、いや給料もらえるまでみんなで団結して、日本の政治は団体戦じゃないですか。あれ名古屋でいや自公民でみんな三本のにあって、まあなかなかいろいろ、僕は議長に対してこうやって返事してますけど、僕は議長に申し入れたの統一教会で何の返事もしてこんがね。本当にひでえもんですわ。横井さんからも返事いただいておりませんよ私。これもうそういうなってもあったんだ。これなので、まあやっぱり長崎、まあだけど他のところで民主党が当選してもよ、わしは打ったで分かってます。もうコロッと変わりますから。民主党がなぜ政権から部長したのか、まあ、当たり前ですよ。消費税上げないと言っとったじゃないですか。あれこれほんで途端に 10% 消費税、嘘ですから。これいかんですよ。議決したのは自民党になってからですけど、その前のだいたい法案をきちっと決めてやったのは民主党政権ですから。だからみんなどう言ったらいいかな、日本には、大財務省党というのがよくあって、その自民党派閥と民主党派閥と、そんな状況じゃないですか他も、うん、そのシンボルが実はマイナンバーカードです。そうでしょう。あれこそ本当に管理社会のシンボルみたいなもんだ。保守というのは実は管理社会に対して共産資本主義が出てきて貧富の差ができた、これではいかんということになって共産主義が生まれたんですよ。で共産主義の共産というのはよう言ってますけど、共同財産の略なんですよ。だからみんなの財産を共通にするということですよ。これだからマイナンバーなんかいりますよ。ほんだで全部だけど、それやろうとしましたらどうなったか言ったら、めちゃめちゃ人を殺さないかようになっちゃったわけですよ。これだからそれではいかんと言って、やっぱり個人の自由とか元伝統とかね、いろんな失敗もあるけど大事にしてこういうのが保守主義です。これが本来の。だけどそうならんでかは、もう議員が変われへんで家業になっちゃったから。ありがとうございます。各社さんいかがでしょうか。あの市長、あの今日の減税のパーティーで市長の方から初めて減税の議員には、まあ、ビデオメッセージはありましたけども、初めて面と向かって説明する場になるんでしょうか。今日は何がありましたかね。減税のパーティー、減税のパーティーがよくありましたね。減税日本のパーティー、今日だったっけ。そうです。あ、お前は叶いますよ。まあ、くっそ忙しいもんだでよ。まあ今日が初めてですね、あのきちっと言うのは。で聞いとらなんという人もいますけど、まあしかしあの政策見ていただくと大体同じですし、減税日本のやったることは実は国政で実現しないと、これ減税という思想もね、まあ、最近わかるじゃないですか。だらやっていくと、でまあ共同代表になってちょいと本当に言われたんだけど、誰もさんが私があんたを総理にしてあげると言ってましたんで、ほんならありがてえことで減税日本ないし、名古屋でやってきたことを日本に広げるということ、まあ、そういうことを言うつもりですから、びっくりされたかもわからんけど、まあ本当は減税日本単独でそのまま衆議院で過半数取ってていくことがええかわからんけど、なかなか難しいてかな。それは挑戦してきたけどね、僕の場合は難しい。なんかいいですか。いや本当に言ったと思いますけど、その市民並み給与と議員の過業化をストップしようということを私民主党の時からずっと言ったんです。これはだけどもう全然ダメです。これそれどころか河村さんそういうこと言うで、あんたは20人推薦人が集まらんのだ言われて、初めてですねこの日本の保守党がやろうと。まあ、あの早川さん、僕が言う前にいろんなところで喋っとるけどね、世襲がいかんのだって。なんでいかんかいうと、世襲すると、世襲してもええことやらええでも悪いわけわからんけど、世襲になるとやっぱり長いこと守っていこうと思うわけですよ。当然だけど家族がみんなおりますんで、これ普通ようあるのは自分だけの世襲の話に、親戚もみんな議員やっとるわけですよ。これがこうなると役所の言ったことをそのまま
追随するということになって、自分はもう自分の言うことは理念として発言しないと、みんな党の言った通りでということについて、まあ、あまりマスコミ批判しても関係ない、みんなそれ書かんがないよ、それのことは。そういうもんだと思っとるもんで、まあ、党はしかし党というものはいりますね、一定の枠はいりますけど、まあ、割とリッチな起業家の人は共和党と、で労働者の方は、まあ、民主党とかですね、まあ、そういう一定の枠はありますけど、皆さん本当に大体自由ですよ。アメリカには党議拘束という言葉もないです。なぜかって、自分そう議員やっとるだけで儲からんのだもん。みんなほんなら自分の理念で行動するというふうにせないかんと、で初めてだと。そうですね、議員公務が続きます。あ、そうですか。各社さんよろしいでしょうか。市長、それではありがとうございました。